ジョゼフ・イコール・デジレ・ジョブ。ジョゼフ・イコール・デジレ・ジョブ。ヨゼフ・ディスイア・ヨブ。1977年12月一日大は、フランスメトロポールド、リオン・ベニシュー出身のカメルーン代表の元サッカー選手。ポジションは、MFFW。同じくサッカー選手のジョエル・マティプとそのアニマービン・マティプおいとこに持つ。リオンの郊外で生まれたジョブは、10歳の時に地元、 オリンピックリヨンの下部組織に入団し、フレデリック・カヌーテラと共にトレーニングを受けた。19歳の時に UEFA インタートとトカップ1997ポーランドの戦でデビューすると、いきなりハットトリックを達成する活躍を見せた。1999年8月1日に RC ランスへ移籍し、UEFA カップ1999から2000で2得点を上げるなど、 ベスト4進出に貢献した。ジョブは2000年にブライアン・ド・ブソン監督率いるミドルズブラ FC へ移籍金300万ポンドで加入するもハミルトン・ギカルドやアレン・ボクシッチ等からポジションを奪えず2001年12月にシーズン終了までリーグンの FC メスに貸し出された。メスではチームが降格したもののフォームを取り戻しミドルズブラ復帰後は レギュラーとしてプレーしていたが、2002年11月30日のウエストブロムビッチアルビオン FC 戦で相手のと、とした際に、頭蓋骨が割れピッチ上で意識を失い、離脱を余儀なくされた。また、2003年9月29日の練習中に膝をひねったことで4ヶ月離脱することが決定し、スティーブ・マクラーレン監督は、 エバートン FC 戦で決勝点を決めるなど、最近好調だっただけに、彼が抜けるのは残念で大きな痛手だと語った。しかし、キャリアのハイライトは、この毛が明けからほどなくして訪れた。2004年2月29日に、カーディフのミレニアムスタジアムで行われた、フットボールリーグカップ決勝、ボルトンワンダーズ FC 戦で、開始2分に先制点を挙げるなど2から1の勝利に貢献し、 自身そして、チーム初となるタイトルを獲得。また、UEFA カップ2004から05出場権も得た。その UEFA カップでは、2004年11月15日に、リバーサイドスタジアムでのセルビア・モンテネグロのパルチザン・ベオグラード戦で得点を決め、ベスト16ポルトガルのスポルティング・クルーベでポルトガル、戦でも得点したが敗退した。一方、 リーグ戦では2004から05シーズンに加入したマーク、ビドカ、ジミー・フロイド・ハッセル・バインクの後陣を廃止、さらに翌シーズンになると、役部はイエグベニが加入し、さらに層が厚くなったことで居場所を失い、2005年8月31日に、シーズン終了までサウジアラビアのあるイテハドへ、貸し出された。あるイテハドでは、2005年11月5日に、ジッタで行われた、 AFC チャンピオンズリーグ2005決勝、第2戦 UAE のアルアイン FC 戦で得点を決めるなど優勝に貢献した。ローム終了に伴い、ミドルズブラとの契約が切れたジョブは、2006から07シーズンのプレイシーズンに、ワトフォード FC のトレーニングに参加するも契約を勝ち取ることはできなかった。2006年9月16日に、 リーグアンの CS1 アルデンヌと1年契約を結び28試合10得点を記録した。2007年夏にオグック・ニースに2年契約で加入。2008年6月22日にサンデー・ミラー紙は自由移籍でイングランド2部のブラックプール FC と契約すると報じたが実現せずに移籍した。あるハリティアスでは加入した2008から09シーズンに チームは再開に終わるも、翌シーズンからチーム数が増加するため降格を逃れた。2009年7月に、レフスキ・ソフィアと接触するも移籍することは叶わず、トルコのと契約した。2010年3月15日に自由移籍で、リールセー K に加入。ホームで行われた戦で一点のビハインドを追いかける、中、途中出場の形でデビューすると2得点1アシストと、 すべての得点に絡む活躍を見せ、3から1の逆転勝利に大きく貢献した。また、ワースラントイコールベフェレンセンでも得点を挙げ、最終的にチームは、ベルギー2部優勝を果たした。2010年6月21日に契約を2年延長したが、2011年8月31日に、同胞のルドルフ・ドゥアラと共に対談した。フランスで生まれたジョブは、 フランス代表としてプレーすることを望んでいたものの、父の助言もありカメルーン代表からの招集を受け入れ、1997年のウェンブリースタジアムでのイングラード戦でデビューを果たした。フィファ・コンフェデレーションズカップ2003を最後に、しばらく代表から遠ざかっていたが、2007年3月24日のアフリカネーションズカップ2008予選、リベリア戦で、久しぶりに招集された。 2008年1月のスーダンとの親善試合で得点を決めるとアフリカネーションズカップ2008予選のザンビア戦で2得点を上げて2試合3得点と好調さを見せたことから本大会のメンバー入りを果たした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。